大天使かな私さ <laughs> あの配信ねえっとね15分くらいからずっと見てたちょっと待って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 「結婚して」って来たんだけど結婚私のこと一番好きってこと本当に私のこと一番好きっていうことだから結婚してなのそういうこと <laughs> かわいい ノー <laughs> ネーム。おお、私を、私この、あれ。俺も知らないんだけどね。<laughs> メール可愛かった、嬉しい、良かった送って。<laughs> 嬉しいな。でしょ、パーカー着んの忘れてた。あ、めっちゃ反するなんだけど。<laughs> そり<れ>ゃね。<laughs> え怖い怖いって言ってたの寒くないよ今今部屋閉じこもってるからあんまり寒くないこんばんはえ浴衣かわいいでしょねえそうだよねわかるそうさらに言われたら何でもするよ花本当に何でもすると思う今日もかわいいしいやったやった初訪問ありがとうね ハちゃんの母のモばメ撮った嬉しいめっちゃ嬉しいんだけど嬉しいです待ってちょっとちょっと幼くて可愛い幼ないかな今日そんなことあるあの浴衣って結構いいお値段どうだったんだろうわかんないなんかえっ、ー、とねあお花ありがとうねお花ありがとうなんかねあの浴衣は あのー、なんだっけあのコロナの前にあ違うな違う違う違う選びに行って仕立ててもらってんかお服屋さんにそうえー、嬉しい癖になっちゃう癖になって見に来た嬉しいなあだるまもありがとうはるちゃんと結婚できるら いやいやいや花のことを一番大好きな人と結婚したいなうんえそうだよね色合いめっちゃ可愛かったよねあの緑にさ待ってそうそう緑色に審査員気取りで見せてもらえます <laughs> やだ<ー笑>どうしましょうね <laughs> ょこんばんは DD とは結婚できないです あそうだねサラとも結婚できるねじゃあ僕ですねそんな自信があるんですかあ黄色のペンライト黄鳥もありがとうありがとうね <laughs> ありがとうちゃん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  <laughs> 今日はね配信のお供にねあ黄鳥ありがとうあ大丈夫だった黄鳥ありがとうこんばんはオニーハナナほに 今日はねとモにねグミがあるんだチラッてきてる嘘でしょココミンと同級生って言われたあでもねうんココミンはね大人っぽいよねおしへんとおしましおしへんはやだな正直ね <laughs> おしましはいいと思う あ、そうだね。私も見てた人生ゲームのくだり。私はやる。やったことないけどね。人生ゲーム。<laughs> 声も絶賛可愛いですね。嬉しいです。あ、星もなんかペンライトもありがとうね。うーんと、何ですか、何ですか。え、食レポ?。お家に呼んであげるのいいけどさ。 あのー、さらに電車賃払わせちゃうよね <laughs> 箱押しもいいですいいですグミはねこれは初めて見たから買ったえめっちゃだるま待ってめっちゃだるまありがとうね遊びに来た嬉しいそう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 あっ 待ってめっちゃ的確おしまししてもその中で花ちゃんが一番でありたいよねその通りですそうですそうですあっだるまありがとう遊びに来たよってうれしいですねこんばんは <laughs> こんばんはこんばんはこんばんはそうそうめっちゃ大正解花が一番だったらうれしいですねあハートありがとう初めまして 1>, 1番ですか？1番 <laughs> こんばんは。交通費いやだってね。うん。そうだよ。交通費かかるからね。無駄に。こんばんは。初見ですか？嬉しいです。見に来てくれてありがとう。こんばんは。ハートありがとうですね。 あらちゃんが一番じゃないことってあり,ありえないですかうん嬉しいあちょっと待ってくださいねメンバーに順位本当にそうですよ順位なんてねあんまりつけるもんじゃないですけどでも私が一番だったら嬉しいけどそれも順位ついててますね <laughs>。心が広いおおらかな明るい印象ですか私そんなに明るくないですよレッスンですか 難しい話 <laughs> しか見えてませんか嬉しいですあ待ってハートとかお花とかありがとう留県出身ということで飛ん飛んできましたか嬉しいです留県出身です <laughs> こんばんは初見です嬉しいですよ本当に初見ですか手で姿も可愛いうんうん嬉しい花ちゃんしか見えてませんか嬉しいです花ちゃんだけ見ててください。 ン闇花ちゃん。闇花ちゃんってどういうこと。闇って何。花んは天使。嬉しい。こんばんは、可愛い。嬉しいです。<laughs> 花。え。闇って何。サータンの配信見てましたよ。ずっと見てた。あ、でも。嘘。十五分ぐらいから見てた。 こんばんはえサータンにデるデレえー、なんで知ってるんですかもうめちゃくだんしたよかったサータン髪ね短くなっててびっくりしたえ今花ちゃんしか見えてない見えないですか他の中に入あ、そういうことですかねそういうことですか普段からじゃなくて ね、午後半の配信もね、ちょっと見たよ。覗いた。え、嬉しい。サラちゃんの配信見て,て、花ちゃんと仲いいの知ったので、嬉しい。あ、お花ありがとう。お花ポーズ。花 <laughs> ちゃんの配信見てる時はき、花ちゃんとああ、あ <laughs> あ、あああ、まあいいです。いいですよ。 好きな人がいっぱいいることはいいことですからねあ配信重なってなくて嬉しいえそうちょっとね見て決めた十二期生は発熱して楽しい本当ですよね頼もしいみんな早く劇場で見たいですか嬉しい今日最後のメール今届きましたよかった低音ボイスそうなんですよね鼻ってちょっとね声低いんですよねもともと 配信でコメントしましたよ見つけた <laughs> 押したってきましたいいですね羨ましいスキンシェアがあ、そうなんですねんー車はね持ってないですよ私なんか本当はなんか通信に通ってたから車の免許いつでも取れたんですけど18になった瞬間にだけど なんかマジでビビリでなんか自己自分が運転すると自己売りそうだなって思ったから取りに行けなかったメール多めで嬉しい嬉しい私も嬉しい返信してね歌声好き通るボイスですか本当嬉しいなだらん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  2度目の訪問とか初訪問とか嬉しいですねえ返信してくださいメールこんばんは言葉がギャル嘘 <laughs> ギャルじゃないよサラハラメールをセットでそうですね確かにまだお締めがただにありません私はどうダメ 専属の運転手になってくれますか。嬉しいです。ありがたいめっちゃ。たくさんメール送って。そうですよ。めっちゃね。メール、多分送ってる。あ、星ありがとうね。今日髪型可愛いですか。嬉しい。こんばんは。こんばんは。ハンドル握ったら性格変わりそうですか。本当に。う <laughs> んー。え、私。多分。って感じだよ <laughs>。 たまにすが出てるなんかさ。うーん、そんな作ってない気がするな、どうだろうな。欲しありがとう。はなちゃん泣きながら。泣き。暴走運転しません。しませんよ。母さんも合格ですか。よかった合格で。<laughs> マジで、え、マジでってこれは。 ギャルなんですか。<laughs> ええー、研究生もメール送ってますよ。毎日送ってますよ。握手会あったのまりそう。飲まってもいいじゃないですか。ダメですか。星、ありがとうございます。こんばんは, <laughs> こんばんは。こんばんはこんばんは。 七しか見えない嬉しいです深そうな沼ですかどうでしょうね茶髪にしたら茶髪私似合わないと思うんですけどどうですかなんかいつもより優しめに見ええ？目 <laughs> そうですねだって毎日あんな写真付きのメールなんて誰にも送んないじゃないですかそうですよね いやあのー、メール送れないって相当忙しいってことですよあのあれなんですよね自分に余裕がないから余裕がなかったあテロップつけた方が良かったですねこんばんはウィンクですか両目できますギャル系似合いそうですか本当むしろハナのギャルじゃんギャルですかね <laughs> はーちゃんかわいい嬉しいどんな髪色でも似合うよってやだ <laughs> もうお似てお似て星ありがとう倉本さん倉本だよこんばんは釘付け嬉しいウインク上手嬉しい んと目がどうかかししましたか目はね今めっちゃねむくんでる両親には写真付きのメール送らないですよツインテールどう 顔かわいいし、可愛いよほら、満開本当ですか <laughs> 欲しい、ありがとうねこれでサータン見てたらどうするんですかなんで、ダメですかねいいです、いいじゃないですかうわ、ラブレターだ鼻かゆ無理ない程度ね、嬉しい、ありがとうね、気使ってくれてなーちゃん、かわいい嬉しい あ待って待ってテロップつけようって言ってたんだった忘れてたテロップ「こうと実土」と「ちつくら」 花ですはいそうですね15分後ってちょっと遅かったギャル時代のねえっこれってニックネームってこと私の昔の私ね友達にねあ何時まで 11時今10時10時から始めて10時11時11時今見ているであるさらに伝えたいこと今日も明日もあさってもずっとずっとこれからも先も大好き <laughs> もっとギャルじゃないよ全然ギャルじゃないギャルじゃない I love 花ちゃん了解ですそうそうそうなんかね 花なんか友達にねあんまり「花」って呼ばれないんだよねうあ,あ星ありがとうあんまり下の名前で呼ばれなくてなんかね名字で呼ばれるんだよねよくこんばんは皿花かななんでうーんとねわかんない珍しいからかな名字あんまりいないんだよね蔵本って。 だからなんか「蔵元」って女の子の友達に呼ばれたりあとはんかんか「なんか竹取物語知ってる?」「友達いないひどい <laughs> いるよそんなめっちゃ多くはないけど」なんか例えばね「あのあ竹取物語」になんか「蔵持の美子」ってやつが出てくるのそういう人が出てくるんだけど。

ね、よくわかんないけど、くろもちの巫女から、巫女、巫女とか。<laughs> よくわかんないよね、派生しすぎ。こんばんは、くろもち、嬉しい。はなさん来たよ。<laughs> ありがとう。そうそうそう、そうなの、そうなの。くもち、くもちって呼ばれたり。なんか、あと私が、なんかよくわかんないんだけど。 なんかねピエンってあるじゃんあそう倉持ってイメージあるのも知ってるよ待ってたよ嬉しいそうなんかなんだっけピエンってあるじゃんねでそれの新しいのを作りたくてでめっちゃなんかいろんな言葉を考えてたのその時にあの私が考えたのはあのプスンって <laughs> なだからじゃあビエン越えてパオン越えてその先は何ってなった時にプスンを考えたの。でだから私はミコプスンちゃんとか呼ばれてたことがあるの。呼ばれてたことがあるっていうか空気抜けためっちゃおもろい。 なんかあのうんそうなのもはや誰か分からないのなんか「ミコプスン」とか言われたりなんか「クラモチのミコプスン」って <laughs> そうそうそうなんかねねちょっとねそう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 勝手にプスンって言ってたんだ。<laughs> 勝手に考えてでそれがなんかみんなに広まってなんか「倉持のミコプスン <laughs> が」がまああのコールでだからそっから「もちちゃん」とか「ミコプスン」とか「ミコミコミコ」ミコとかよくわかんないんだけどそう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 。 は行ってないですマジ身内ネタって感じだった <laughs> そう花要素ないのだからねみんな花のことをまあ花ちゃんって呼んでくれる子いるのもちろんその仲いい子でもなんか花ちゃんとか花って呼んでくれる子もいるんだけどなんかねそう <laughs> プすンちゃんとか呼ばれてたねちょっとよくわかんないだからあの何 公式に載せるあ、こんばんはあだ名をねあの考えるときにその名字でしか呼ばれた名字のあだ名しかないからどうしようって思ってこれからくらお茶見込みすんじゃんって呼ばれてください, <laughs> いやだはずいやんそんなはずすぎあ、星ありがとうございます <laughs> そうそうそうこんにちは そうそう,そうそう、<laughs> そう、そう。そう、そう、そう。なんか、そうです。そう、だから、なんか、ちょっと、何があるかなって思って。でも、なんか。そう、私、多分。あのー、話したことあると思うけど。ファンネーム、プスンタイ、めっちゃおもろい <laughs>。そう、話したことあると思うんだけど、私。あのー。荻原さんの。あ、あのー、お話し会とかに行ってるのね。 でなんか同じ名前だからなんかで荻花さんがニックネームが「荻花とハニャ」なのね「ハニゃタン」とかだからそれはちょっとなんか真似してるって思われるの嫌だからちょっとどうしようなーって考えた次はななしか出てこなかったから「花なナになったお花あ,ありがとう不寸体でも可愛いよねちょっとちょっと不寸体可愛いかもでもさ <laughs> めっちゃ弱そうって来とるやん最悪 <laughs> そう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 弱そうだよね不寸体ってこんばんは <laughs> いやね本当に <laughs> いやフ嫌 <laughs> やだ友達から花な,なんてねあのねこれ知ってる子は花な,なんて呼ぶ ようになった <laughs>。か「ハナはななんって言われる「ハナおはよう! <laughs>」って言われるから「やだやめてよ!」と言って「こんばんは!」そうちょっと恥ずかしいよねみんななんかなんかお披露目の映像とか見てくれたんらしくてなんか <laughs> それで「テレレレれっててってみんな言ってくれる <laughs> 恥ずかしいけどね <laughs>。 あと、ありがとう。はにゃほにょ。<laughs> すんたいやんね。そあの自己紹介見られて、真似されるの。そうそうそう。あのなよびかわいいじゃ、正解だったね。やっほやっほ。あ、ぷすんたい。ぷすんたいやんだけど。ぷすんたい恥ずかしいんだけど。いや。いじる。そう、いじられてるの。 うん、花ちゃんって呼んでくれても嬉しいそう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 だよ合計してとかでもね何花もともと塁ゆ緩いから全然友達の前ではめちゃめちゃ泣くのねもうなんかもうなんかめっちゃ泣くのだから <laughs> 全然なんかめっちゃ笑ってた <laughs> えねえ思った寸体プリン体に似てるよね <laughs> そうそうそうハートありがとうね待ってたよ嬉しい待っててくれたの趣味は一人カラオケとか一人映画とかですよそう泣くのがね意外と普通えちょっとサプスン体さ考えさせて考えさせてちょっとちょっと <laughs> ねえ <laughs> うん感受性が強いうんでも確かにココハンにも言われたそう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 映画見て泣くよめっちゃあ、星ありがとうそうそうそう映画見て泣くし例えばカラオケとかでも泣いたりする歌歌って <laughs> 寸体に入隊中。 <laughs> いやでもみんな気に入ってくれたんだ普通のそれはよかった <laughs> でもちょ,ち,ょちょっとちょっと考えさせてちょっとちょっとちょっと考えさせていい <laughs> ねえねえって何どうしたのカラオケで泣くよカラオケ歌ってて歌詞を深く読み込んでしまった時に。 えー、あおい、ね、しい食べ物はね泣かないかもおいしかったら「おいしすぎる!」ってなります映画はどんなジャンルなんかこれってあんまりいい意味だととらわれないかもしれないんですけどえっ情緒が全然 <laughs> 違う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 だっけえっとねなんだろうえなん 映画はねあのー、結構なんか歴史ホラーは好きじゃない公園で泣くタイプそうだよ多分多分多分泣いちゃううんなんか映画は私はねラブコメはね寝ちゃうから <laughs> ラブコメはちょっと寝ちゃうから見ないんだけど <laughs> 寝ちゃうっていうかなんかたた、うん、なんかそういうのはちょっとあんまりなんだけどあでもねホラー見るけど別に好きじゃないけど見る好きじゃないけど見るよでも何だろういやほんに私今までで一番好きだった映画は。 本当に最近の映画だけど、ラーゲリーより愛を込めてたよ。だって私。あの本当になんかね、昔から。小学校の頃から。あのね。え、これ聞こえいいかわかんないけど、私結構その。戦争とかの歴史を調べるのが好きで。そう。 キングダム見てないなんかね昔の日本のその歴史を調べるのが結構好きだったのその大なんかそうそうそうえもうマジでめっちゃあ戦国とかはあんまりなんだけどなんかあこんばんは歴史上ではないんだよねそのなんか あの小学生の時に「はだしの弦をすごい読んでてめっちゃ「はだしの弦で泣いてたのねもうんかなんかやばいかもみたいなそう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 結構最近のだよ <laughs> そうなんかねそう「はだしの弦めちゃめちゃそう「はだしの弦ね漫画全巻読んだ マジでなんかそう私のゲームはマジでねいや分かったそっからなんかうわこんな辛い過去日本あったんだみたいなふうになるわけじゃないそっからね興味持つようになったあ人間失格見た ね、怖いよねちょっとちょっと怖いそうそうそうこのの世界の片隅にも見たよそう衝撃強かったけどめっちゃ興味あってめっちゃ読んでただからねなんか広島とか行った時にあのそうめっちゃあ,あの何博物館みたいな ののとこ行ったんだけどその戦争のねめっちゃなんかそれでも泣いた蛍の墓も見た永遠のゼロは名前は聞いたことあるけど見たかなどうだった原爆ドーム行った泣けた <laughs> ねすぐ泣くんだよね本当にあそうそう資料館そうですそうです資料館に行った。 なんかでも資料館とか泣いたっていうよりか涙はな目にはたまったけど泣かなかったなんか泣いたら失礼かもって思ってその資料館とかではね現場じゃんだってだけどラギーはもうめっちゃ泣いちゃったプラトン知らないです見てない。 そうそうそう、うんあでもあとねミステリーも好きかもうんうんうんあそうだねコカハンに広島案内してもらいたいそうそうそうミステリーも好きだしあと何だろうなあでもね あ似合えたら泣く嬉しい,いあ一緒に泣く <laughs> でも私ディおうとそうアニメも好きミステリーという中でね見に行きたいけどまだ行ってないよサスペンスねえなんか何だったかなサスペンス あ,のあれあれ好きだったなんかねなんかさ死体を死体をとか言ったらいかんのかこれ分かんないけど緊張して入っちゃうかもやばいよそうだね「昼ドラ」あんまり見ないのあのさあれ好きなんだっけなんだっけちょっと待って何を言うとしたんだ忘れったあもう忘れた あ仮面ライダー結構好きなんだよねコナン好きそうコナンはあんまり見ないなおーおーおおおそう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 うんうん,んだろうめっちゃ気になる何名探偵ポアロのだめカンタービレえなんかずっと見たくて見てないです <laughs> 見てないんかいって感じだよね「仮面ライダーね」ね何が好きだと思う?「仮面ライダー何が好きそうに見える」えそうそうシリアスなの結構好きなんだけどでも仮面ライダーも好きこんばんはあ星ありがとうねそうあのあドライブはね違う あ、お披露目で泣いてた子だよ。うん。私はね。だって、もうちょっと見ようかな。うん。私ね。電王好きなんだ <laughs>。そう、電王が好きなのね。そう。 伝王が好きなのでも自分の年齢の何やつは自分の年齢っていうか幼稚園とかの頃のやつはディケードとかうんとオーズとかディケードオーズダブルとかだったのまあダブルも好きだったねそう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 なの ねいやえ花は生まれたあとだよ多分電王電王ね好きだったダブルも面白かったよねわかる桃太郎が好き私は金太郎が好きそうそうそうダブルは須田将暉さ,さんえっとねこれはお父さんの影響かな なんかパパが「あの仮面ライダーの」のあの何な,なんだっけフィギュアとか集めてたりするのねまあ、今はもう集めてないんだけどもうパパの部屋っていうか書斎みたいなところになんかフィギュアがめっちゃ立てられてたりするのあそうそう変身ベルトね私小学生の時に誕生日プレゼントで電話のやつ買ってもらったよ 戦隊ものは今パッて思い浮かぶのは真剣じゃーしかわかんないあフォーゼなフォーゼもよかったよねでもなうーん私にはハマらなかったかもしれないね変身俺参上とかしかわかんないです今もそう仮面ライダーねたまに DVD 見直すね 真剣じゃ面白かったよね,ーゼね形もなんかねあんまりかっこよくないパパ変身できないですよ <laughs> なんかプリキュアも見てたけどうんこんばんは音が鳴るベルト持ってたよでもね今も 捨てちゃっ分か,かんないんだけど売っちゃったか捨てちゃったか壊れちゃったかだって小学校3年生の時に買ってもらったのね音楽聴きますよそう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 あっ星ありがとうねそうそうそう家族ね仲いいよあハートキャッチプリキュア」とか見てたシティーハンター見てたよシティーハンターなんか アニメしかやってないさ。番組で見てた。そうそうそう。はたありがとね。<laughs> どんなジャンル、音楽だよね、音楽はね。なんか私が。うん、なんだろうな。結構、なんだろう。ミセスグリーンアップルさんとか。 ナンバーさんとかよく聞くアイドルも聞くシティーハンターはね小学生の時に見てた「ゲットワイルド」だよね「ゲットワイルド」だっけ曲の名前そうだよねそうアニマックスで見てたそう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  でもね別に何だろう世代ってわけではないかもしれないけど見てたよ面白かったからお父さんの影響じゃないたまたまテレビ見てる時にやってたでもねパパね仲いいけどねあのここ3年ぐらいあのあれあこれ初出し情報みんな聞いといてちゃんと初出しなんだからあのねハナ 今あのなんか5人家族なんだけどあのー、今お家三3人で住んでるのねママと花と妹でパパはあ、弟はまああのー、あ違う重いやつじゃないよ全然,全然違う <laughs> <laughs> あまた落としたあああああそうなんかなんだっけ <laughs> えっとあそう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  じゃない違うハブは3年ぐらいお家にいないのね何でかっていうと <laughs> あの台湾に <laughs> 単身赴任してるの <laughs> それだけ <laughs> そんだけでそう単身赴任そう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 なんかハナも大学 違う違う違う高校入ったばっかだったしだからあのうんそうそうそう台湾に行ったの3年ぐらいもう行ってるそうこれ初出しだよ <laughs> 違うよこんなさ配信で重い話しませんよあ台湾に行きたいわあらあらあらサラみたいな。 ゃ弟はあれだよあのなんだっけなんだっけえっと漁漁そうり生活そう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 なのそうなのごえねえはなちゃんのお父さんになりますえ本ほんとに <laughs> そうそう弟は寮なのそうそう 全寮性ってどういう意味ちょっと待ってそう女3人なのおおおおおおダジャレ有効だよサラは妹さん <laughs> 妹はねう,うんとねえとりあえずうっかり好きになれない気をつけます気をつけてねすぐ好きになっちゃうよあ長女のイメージない 本当長女だよ妹ね似てないと思う妹はめっちゃかわいいよまあ小学生だけどね <laughs> 妹ねえでも「十三期にぜひ」って書いてある十三期が何歳まあ早いねまだ考えるのが早い じやおじいちゃんですかおじいちゃんはいますよそうそうそう年離れてるんですよね9歳離れてる9つ9つそう妹ねしっかりしてる。 んーとねえ台湾一年中暑そうだよねわかるかわいい嬉しいえでも多分ねそういうのやらないタイプだと思うなーそうそうそうえだからね私ほんとにみやびちゃんがねそう みやびちゃんがねほんとに妹みたいなんだよねお姉ちゃん見て興味持つかなどうなんだろうなバイナップルケーキ私も大好きなのわかるーお土産いつも買ってきてもらえてる思って妹の年忘れちゃった なんかサツキちゃんもね今分かるあハホトありがとうねそうすごいしっかりしてると思う俺の目で泣いたのは見闇ぶくらまくってるまさにその通りパイナップルケーキはねあれだよあのクッキーみたいな中にパイナップルのジャムみたいなのが入ってるやつだよ みやびちゃんマジでしっかりしてるよね本当にそうはなちゃんもしっかりしないとて本当にそうなの配信してくれてありがとねこちらこそありがとねそう本当にしっかりしてるだから本当にはなが大学生みたいな風になるはなちゃん見ててよかった嬉しいです 初見ですかありがとうございます。来てくれて嬉しい。また泣きません。はじめまして。ワンピース見ながら私フィルムレッド3回見ましたよ。はなちゃん年下未完全 TV 見てました。見てましたよ。録画してますしね。 星もハートもありがとうセルフなきまでですかあそう最上へのレッド行きたいんだよねそうそうそうありがとう星かわいい嬉しいワンピースねよかったよねなんだっけなんだっけえー、いいなアイス公演行きたいです だるまいっぱいありがとうございます。こんばんはー。なんだっけ、セルブなきまで。です。ハートありがとうございます。え、でもちょっとクオリティ落ちたかなって思ったんですけど、どうですか。 私は最強い,いですすよよねね、ね下手になりりまましたよ、ね、え、分かります最終オーディションではね私は密着されてないですよだからなんかそのオーディション会場いるじゃないですかあのー、であの後ろにさつきちゃんと <laughs> あのみやびちゃん座ってたんですよね その時知らなかったんですけどでなんかさすきちゃんとみやみちゃん座ってて後ろでめちゃめちゃカメラ撮られてるんですねであえワンちゃんも私も来るかなとか思ったけど来なかったからああ落ちたかもなーって思ってましたそうちょっと上達してからやりますねそう さきちゃんとみやびちゃんだったんですよね多分なんかこう緊張緊張っていうかなんかぼーっとしててぼーっとしててっていうか見てたっていうか聞いてました私なんか一番前座ってたんですよね一番前なんか席自由に決めていいですよーって言われてでは,ーいはい入ってすぐのすぐっていうかまあちょっと歩いてお前前でいっかーって思って一番前座って <laughs> そうでなんか まあ隣のに触ってたことをおしゃべりしたりしててでそしたら後ろから聞こえてきた会話が <laughs> 後ろから聞こえてきた会話が「何歳ですか?」歳歳歳ですえ12歳私13歳ですすえ私っていう会話を聞こえてたんですね <laughs>。やばいってなって「これ私めっちゃ年上だ」って。 こんばんはそう若すぎてびっくりして「やばい若いぞ」ってそう「えやばい」みたいな <laughs> ダンス練習してる子ねいたよねなんかダンス練習するところがあったんだけど私本当になんになんかみんな結構前に前に前にって鏡の前を場所取って踊ってたんだけど。 なんか私にはその勇気がなくてなんかあ無理だって思って後ろの方でちょっとなんかうんうんうんってなっちゃってた <laughs> そう最年長の一人なのみやびちゃんは知ってたよっていうのはみやびちゃんが知ってたってことみやびちゃんのことを知ってたってこと第一歳安心してよ本当に そそうそう受験時は18なのでも18なんだけど19の代じゃんで12歳とか13歳って言われてやばいってこんばんはそうモジモジするほんとにモジモジしてたなんか「なんかあのこれってだって」 どううしよっって思って思だってこのダンスの練習してる風景とかも見られてそ,のそこから審査されてたらどうしようって思ってマジで怖かったんだけどうーんまあまあ身長はセンチです年齢制限やばってなって受けたのかなどうなんだろうね私はわギリギリだけどちょっと受けてみようかなっていうふうに。 好き若っきの、ね、サインじゃポンコツ。えー、私ポンコツじゃないと。うん。他のくらス2人に比べたら。って感じかも。そうそうそう。そうなのよね。だいぶ離れてるじゃん。そう、お腹なが痛い。やだやだやだ。やだ <laughs> 泣いてた、まあ。確かにね。そうだよね。あれ見てたらね。そう、あの。 最年長そう誕生日順で言うとさやちゃんが一番上だけど同い年だから一応最年長組みたいな感じにまとめられてるかなうん頑張るダンス本当にそうそうそうオーディション本当にね12期のリーダーは誰 ご飯じゃない。え、みんなご飯って言うでしょ、多分。そんなことないかな。早くダンス見たい。うわ、プレッシャー、頑張るね。頑張る、頑張る。はならできる。そうそうそう、こんばんは。こんばんは。ダンスが一番うまいなと思ううちに。え、でも、みんな上手じゃない。 みんな上手でしょだと思ってる私はそう本人否定するんだよねここはそうここ半備私はここ半備ここじゃんめっちゃ多いよねここ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 って感じこが多いセンチュリーホールで見てました泣いてるのを見て 見られちゃっ,たってこと <laughs> お花そうだよねお花って呼ばれるよね私可愛いよねお花ってサータンダンスうまいよねお披露目でダンスできないくらなんかあでも頑張ってよかったじゃあそうやって言ってもらえるんだったらみんなで頑張ったからねコアラのマーチのメロンソーダ味 私もあんまり惹かれないかもしれないごめんなさいどのコこちゃんを押せばいいかハナちゃんを押せばいいんじゃない <laughs> 劇場で泣いてるのも劇場で見てました劇場泣いてないですってああ最初に見られたのが十五周年だったらみんな泣いてるところも見てるんですね <laughs> 今来ましたこんばんはあとちょっとですよ ハートありがとうございますおお。そう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 どの花ちゃんを押せばいいのこの花ちゃん。まだ見てないので今度見せてくださいもう泣きません頑張って泣きませんよ最前で見てたんですか強っパチ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 ,パチ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  一番一緒に残りました <laughs> まあ結構良かったってことですかねう <laughs> ん劇場はね頑張りました辛くて泣いたんじゃないですよ泣けば泣くほどファン増ええー嘘だ初見が泣きが <laughs> めっちゃうざいだったじゃないですか いほんとに悲しい恥ずかしい <laughs> 初恋に<で>さ <laughs> うーん自信を持って舞台に立てるように頑張ります <laughs> 頑張る頑張る え行ったことないんですか？花出るやつ来てくれますか？嬉しい。サリム綺麗でしたよ。子供がいるのに。<laughs> やあ、なときはこんなか嬉しい。可愛いですよ。意外とね。ハナナはなんか持ってる人な気がする。本当？十二期の一番いい歌声。 え歌声ああでもあの好きな声はみゆちゃんとかそうですね時間ですよね誕生ちょっとうんっとちょっと待ってやだ SK 入ってくれてありがとうこちらこそありがとうです えっとね13位はえ何ちょっと待って見えないかもえっとねえ待って待って待ってあおえ十13位は猫猫灰色の猫ちゃん12位はメロンパン犬ちゃん11位はだるまとか群馬県の10位は うさちゃんの緑うちわ <laughs> 9九位は女の子の人形ちゃん8位はくろみちゃん7位はパンダ6位は女の子けんわ5位はあおみこさんみこさん4位はラスカルカニラスカル 3位はたこ焼きな2位はえ何これゲームのキャラクターみたいな男の人女の人1位はひよこぐでひよこ <laughs> です体調に気をつけて頑張ってねって嬉しいありがとうねあそういえば私明日ブログなので明日 ブログなので。皆さん。読んでくださいね。明日ブログなので。レッスン頑張ってて、ありがとうね。そう。え、もう時間。もう時間ですか。お休み。え、もう時間なの。そう、ブログ読んでね。 あと2分えそうそうそうツイッツイッターじゃないね X 旧ツイッターあキ虚無ヒよコわかった虚無ひよこひうんとんだっけなんだっけ何よりとしたんだっけ,だっけ <laughs> 待ってあそうそうそう X も見てるし返信も見てるから 待ってるのでそうハッシュタグナに話したいで待ってますので待ってますよ待ってますよ皆さんメールも X もそう「ハナに話したい」だよハッシュタグのひらがなで待ってますよあ待って音符いっぱい。 ありがとう。そう、待ってます。待ってます。なんか本当にね。そう。プスンちゃんに話したい。めっちゃ可愛い。鼻筋と合ってるもやばい。やばいからあんなのバトロール。確かに確かに。怖い、怖くないよ。怖くないけど見てるよ。見てる。お花ありがとう。暑く怖いのでおやすみ <laughs> また来てね。おやすみ。 タイジもごめんします <laughs> ありがとうね。もう10時ですかわかった。一応プスンタイも見る。一応ね。そう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 。オッケー。おやすみ,みみんな。また来てね。また見に来てね。また明日ね。大好きだよ。 大好きだからね。また来てね。おやすみ、おやすみ、おやすみ。えっと、待って、待って。出てくるんだっけこか。おやすみね。また明日ねメール送るね。バイバーイ。